これすごいぞ、多分。回収や、いや、まだいる、まだいる。やばいやばいやばい。おはっ、やば。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。さあ、というわけで PC 版の、ブラックオプスコールドベータやっていきたいと思います。いや、皆さんこれね、化け物ですよ。やっぱこのゲームね、次世代機向けにほんと作られてますね。もうグラフィックがもう全然違う、全然違う、全然違うのもそうなんですけど、よいしょ。なんか敵がすごい溶けるんですよね。なんか絶対 PS4 版の時よりラグがない気がする。あ、待って。えいえいえい。やったぜ。ブラボー取られてるから、急げ。てか、そこにいるな。で、これ倒して。ん？ハンドガンできるか。やった！うっ！さらばじゃ。ここから撤退。敵奥から湧いてくるから、ちょっとリスキルしたいね。どうだ？この辺じゃない。でもね、一応パフォーマンスを上げるためにグラフィック関連はかなり下げてるんですけどね。下げててもかなり綺麗。あれ？敵どこだこれ。うお！スナイパーそっから来んの。マジかよ。一応ハードポイントも追加されたらしいんですけど。え？今敵いなかった？あ、これ自分のフラグで死ぬ。ハードポイントちょっとまだね、プレイできてない感じ。お？あ、その辺赤点あったけど。あ、いたいたいた。いやー、コントローラーの遅延もないし。これ最高ですね。別ゲーだね、本当に。PS5 もまあ、これぐらい、これほどどうなんだろう。でもかなり近いぐらいの。グラフィックとね、フレームレートは出ると思うんで、相当次世代機快適だと思いますね。あとはコントローラーの遅延関連はちょっとわかんないですね。PC 版は全然ないんだけど。あ、登っちゃった。登り降りちゃった。どうだ？ちょ、湧いてこない？どうだ？全然来ない。スナイパー、スナイパー、スナイパー。ここはフラグで対応しようか。スナイパー多分動いてないかな、どうかな。右に流れてんね、敵さん。あーって、行かないで行かないで。よしよしよし。いやー、スナイパー当ててくる。で、ナパーム溜まったんで、こうでしょ。こう、絶対ここしかない、ナパーム。うわー、来た。やばー、タイミング神だったな。ちょっと待って。で、これ敵さんどこで湧くんだ？これ自分のナパームで死んじゃう？敵さんは A で湧くのか C で湧いてんのか、どっちなんだろうね、これ。C のような感じがしますけどね。OK、ナイス。C だね。多分奥から湧いてきてるから、あの距離ちょっときついか。奥湧いてきてるかな？リスポーン変わったかな、これで。敵は、あー、また左か。さっきナパーム落としたところだね、敵の。で、僕のフィールドマイクに反応がある。オッケー。いや、前 PS4 の時こんなクリンコフ解けなかった気がするんだよな。てか、まあ、どの武器も全体的に。まあ、ちょっと1回目のベータはサーバーが重かったりしたのかな。まあ、その可能性はありそうですね。スパイプレーン。BO シリーズはね、UAV じゃなくてスパイプレーンって言うんですよね。BO1 っていうか、この冷戦時代の無人偵察機。あ、B 触ろうとしてる。さあ、やらせんど。オッケー、勝った。まだいるな。ダメージ当てた。なんかスライディングがなんかいつもより滑らかな気がする。オーマシン準備。ヒット。オーマシン結構しっかり当てないといけなくなったから、しっかり狙っていこう。まず、あー、ミスった。うわー、後ろにいる敵先にやりたかったんだけど、正面の敵やればよかったな、普通に。まさかそんなすぐ湧いてくると思わなかった。
ナパームは、ここで使うのどうしよう、やめとこうかな。まだ。当たる。カットシグ。どうしよっか、ナパーム。まあ、次に取っとくか。ルーズインブラボー。まあ、あと4点で勝利なので、このまま。とりあえず、B 維持してれば。クリンコフ絶対と、こんな解けなかったよね。とりあえず前半戦39ですね。まあ悪くない。前半戦で4969ダメージはかなり高いですね。1万ダメージ生きるかな？同じぐらい出せば。まあ、PC はね、セッティングでかなりグラフィックを調整できるんですけど、まあ、かなり下げてますよ。ほんと、まあ、影だったりとか、細かい表現とかは全部オフってますね。全然、グラフィックを抑えてもかなり綺麗ですね、これね。待ってこな、B 触ってないか？消えたな。え、なんかセントリ置いてある。やべ。セントリーか。どうしよっかな、これ。とりあえず、こっち向きに落としておこう。多分味方が B 倒しちゃうから、あれ。そんな感じがしますね。結構ナパーも落ちてくるの遅いね。多分この辺、待って、フィールドマイク置いて。まあ、この辺赤ってなかった。上か？上だ。OK。で、そこ下にいるやつ。あ、待って、クソ M、クソ M。カット。おお、なんかダブルキルした。完全に、まぐれショットっていうか、重なっちゃった感じだったけど。敵の空爆だと？右足ショットした気がする。気のせいか。どうだ？敵奥から湧いてきてるね。これ詰めちゃおう。待って待って待って。奥で湧いてる。相当多いな、これ。まだいるよね、これ。OK？ さすがにリスポーン変わったかな、これで。よし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 。いや、マジ。快適。すごい快適、これ。ルーズインチャーリー。はい。味方戦、いや、C 取られたな。A で湧いてるかな、どっちかっていうと。どっちも湧いてるけどっていう感じだね。あー、タイミング。最悪。C 脇になりましたね。建物の中にいるな。残念、こっちだよ。ダブルキル行きたい。オッケーオッケーオッケー。で、奥まだ湧いてくるから、スキルしたいね。ダメージは削ったから味方やってくれるかな。で、よ、味方アルファ取ろう。あ、ごめん、もう C 取るべきでしたね、これ。いや、普通になんか C も取ってるイメージだったもん。大マシン。おお！いやー、マジか、さすがにきつい。でも、ナパーム出たから、ここで、どう？こう？こんな感じでどうすか？リスキル用のナパームいう感じ。当たるかな、これ。当たんないっすね。当たらないっすね。よしよし、もう。だいぶ押し込んじゃうよ、これはもう。なんか何かに当たってる。何かに当たってる。多分な、残りが。ナパームの残りがちょこっとだけ上がったかな。ちょっとまあ、試合自体は正直圧勝ですけども。よいしょ。ん？ワン、連続的に。60いくかな ?1 万ダメージちょっといくかかない。あ、スコアは1万超えてますね。どうだどうだ、この建物味方が取ってるから、なんかフラグ投げてきたけども、そこに2人いるから、こいつやって、3枚目やって、こう登ってからのもう1枚やって、でそこ来るから倒して、
で、スナイパー奥倒して、まだ奥で湧いてるから。いや、みんなスナイパー使ってる。なんでどうしたの?60 キロいきましたね。1万ダメージちょっといくかな、これ。時間がなさそうだけど、これ C で湧いてるの確認している。1枚ではない。もう1枚いる。UAV に映ってるぞ。OK。OK。しっかりと落ち着いて、スティームショット入れての、うわぁ倒せない。あと300ダメージいかないか、1万うわぁあれ倒してたらもうちょっといってたな。はい。というわけでお疲れ様でした。スコア 14,9700 ダメージということで、まあ1試合目の動画としてはかなりいい試合が撮れたんじゃないかなと思います。これからもベータと、あと製品版ですね。もちろん動画をどんどん上げていくので、よかったらチャンネル登録、まだしてない方よろしくお願いします。クリエイターコードね、グリードもよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。